皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2023年9月4日、現在2時15分、14時15分ですね。日本時間で、我が天下の週末の我休礼というイベントですが、皆さんちょっとどう攻略したらいいか初めてなので、まだわからないと思います。私も今先ほど、初めて、現在のイベントを行ったんですけども、彫刻とかがある、なんて言ったらいいですかね、イベントと言ったらいいですかね。中央にある4つの聖像、聖なる聖と像と書いて、イカ槌が降ってくるものですね。あの4つを、破壊しに行くと。そういうふうな状況ですね。説明のところで、ボスの土器がどうこうみたいなことを期待してますけども、もともとね、天の轟って、お亡くなりになられた方とか、あの世の方たちの怒りであると、こういう説なんですよね。で、天の雷っていうものが、昔からね、雷で、僕は天の轟っていうものを撮影してますけども、していて良いことと悪いことも、あの世の方たちから全部お見通しなんですよ。だから、どの辺が光っていたとか、その雷とかはね、雲なんかなくても雷発生します。で、その辺のところでね、ああいうふうなものを作ってる。で、とりあえずね、自分のところの、彫刻に関しては硬いので、なかなか破壊されません。コンピューターの敵軍が攻めてきても、放っておいても大丈夫です。まず石像を狙いに行ってるでしょ。あれ、本当は、両方の、野党って読んだらいいのかな、その矢を撃ってるあの塔を破壊しなきゃならなかったでしょ。最初の方のイベントで事務所で行くと、それしなかったら彫刻倒せないんです。ずっと自分たちが彫刻を破壊してるうちに撃たれるから。で、野党、本当はね、矢を撃つところが野党と書いて、日本語では野党、人を脅して物を取ったりする人たちとかのことね。道端とかでこう待ち伏せしたり、僕今のちょっと前の数年前までの僕、道歩いてきて絡んできた連中とか、そういうような話にも当てはまるんですけども、そのボスの時って、僕がボスとかされ、別行さんが1円もお金支払ってくれてないから、もともと本当に僕からの提案で出来上がったゲームなんで、それ本当にこのね、映像とか見てもらって、別個の社員さんでちゃんと伝えといてくださいよ、有効資産。僕が有効資産とかいう、そういう話、ちょっと無理ですから、先にそれだったら株渡しておいてもらわなきゃなんない。本当に。で、僕だって中国語とか扱えないから、海外進出とかだって、本当は別個さんの方で、ちゃんと海外の国のことが分かる人たちとか雇ってるでしょ。それ、お互いゲーム業界同士とかで連携組んで、うまく効率化を良くしなかったら、これから先ね、GDP1,2,3 と、私の方の考えですけども、もともと、任天堂と、ソニーさんがプレイステーションで乗り込んできて、任天堂がもうガタガタなっていたと。平気で、10年間に何十億円もの赤字を数年連続で出し続けたりしてたんですよ。で、私からの提案で任天堂スイッチを作っていただいて、持ち運びのゲーム機であって、テレビにもつなげて、その画面でも遊べると。で、これで、集客力を一本化して、ソフトメーカーさん、スクエアニックさんとか、カプコンさんとか、前からある程度、会社の人でね、僕のことを覚えてくれてる人はいっぱいいるんですよ。で、日本のテレビ局や、もしかしたら政府も、一声かけてくれてるかもしれない。ちょっと任天堂さんにソフトメーカーさん、全についてきてくださいよっていうことで、みんなついてきてくれてるんですよ。で、ただ、あんまりソフト出しすぎても今度消費者の方たちが、どれ遊んだらいいかわからないっていう現象があるんで、その辺のところとかね、うまく今後効率化していこうと思ったら、そのデータの消去は必要でしょう。別行さん、辞めていたプレイヤーの方たちので、それ何年で消去させてもらうとか、その何年間プレイしてない方たちへから順番にって、それコンピューターで自動でできます？それとも人間の手打ち？これだったらもうとんでもない量になると思います。もう2000万ダウンロードは平気で、我が天下と戦国風部で超えてるでしょう。
もともと無料で遊べるから、ほとんどのプレイヤーは時間かかりすぎるから、このゲームをやめとこうとかなったりしますから、ちょっとその辺のところでね、ちょっと本当にベッコーさんとお話ししたい、日本語を話せる方で。で、とりあえず僕は YouTube にアップロードして、言葉をベッコーさんとかに投げかけることしかできない。で、ある程度ね、やっぱり、まあ、プライベートな遊びの部分だから、面白い話、ある程度混ぜさせていただいてます。まあ、その辺のところがね、もし、嘲笑として受け止められるんであればね、その辺、ご指摘いただけますか。まあ、動画でこれ、やめといてくれっていうことであれば、その動画は私の方で削除しますんで、私のアップロードしたものですからね。ただ、ある程度の言い分ね、言っておかなかったら、みんなで集中的に、僕は、ワードチャットとか、戦国武武とかね、僕は何か言った時に、その僕を悪者扱いとか、嘘を言ってる人間のように扱われたら、それは困るんですよ。僕は嘘ついてるわけじゃないし、AI の自動稼働があるから、今もあのデータ、第3章が始まって、週末のマリキューレのイベント、祈願石、お祈りする石、購入したんですよ、いろんなもの。すでに9600ポイントって言ったらいいんですかね、紋章。あれが、ま、9600ポイントぐらいで、もう大体購入できる状態だったんですよね。で、購入して、で、祈願石でルーレット回して、まあまあ、雷神トールは手に入れているから、ポセイドンの方を手に入れたくて、まあ、そちらの方を回そうと思ったんですけども、祈願石がゼロになったままで、YouTube にアップロードしてる内容で何か引っかかってるという勘違いでね、利用規約の中でもう ああいうようなもの消した方がいい。サイバー攻撃が AI が自動で動いてしますから、これ政府とか一般人みんなお手上げなんですよ。本当に。音声入力、Siri っていうものが出来上がってるから、何理由で動いてるか分からない、本当に。で、一応、我が天下とか戦国武武さんのそのメーカーであるベッコーさんの方で何かあったら対処しますっていう方向で、もうそれこそ AI がデータ復旧とかに動いてくれたらいいの話になってくるかと思います。人間の方で追いつきます。追いつきません。で、人間の方を雇ったら、人件費かかりすぎるでしょう。データ消去に関しても。ちょっとその辺どうなってるのかお話ししたいんですよ、本当に。で、それちょっと、いろんなゲームメーカーと一般人の人に公開してね、それ放送してあげなかったら、みんな別校さんの方が稼ぎすぎてるとか、淡井圭介日本人からの提案で、阪神・淡路大震災の被災者の人になぜお金一も払ってあげてないんですかの話をみんな疑問に持つから、他国の人も。だから、AI がそれはそれでどう稼働するか僕もわからないから。けど裁判所は真実が全てでしょ。あんまり僕は今のところ別校さんを思いっきり責めてるようなことを言ってないし、法廷で状況聞きますから、まずそういったところが。で、ある程度もお支払いをしてもらわなきゃいけない。もうそれで稼いだ後ですから、別校さん。だからそれ、年数が経過すると民法の元本組み込みはありますから、債権化するとね。で、時効が10年であるでしょう。それ狙いだったら、もう、ね、重大な犯罪事件になるから、金額大きいから。だから、その株の世界も僕分かってるから、その株を渡す方だったのか何だったのかと、あと、別行さんの前にね、横文字のゲーム会社だったじゃないですか。正直、アメリカの方でした。外資の。だからその辺のところで、普通の別校サインの社員、別校の社員さんとか、まあ多分人材派遣会社の人が働きに来たりしてると思うんですよ、今の時代。で、そういう人たちが、そういうこと分かるかって言ったら分からないから、役員の人じゃないと。役員の人で、日本語を扱える人で、中国語と。で、それで僕と話しなかったら、話噛み合わないと思うんですよ。で、そうそう、だから、利用規約はね、お互い法律遵守しましょうみたいな内容ぐらいに留めておいた方がいいです。ある程度ね、動画で、あんまり僕のことをごちゃごちゃ言ってきて、各自自分の本当の名前すら名乗らないんだったらっていうことで、一応、一動画だけね、ある程度プレイヤー名を言って、まあ、叱るようなこと言っています。もう、自分の本名を名乗ってる人間は上でいいだろうって、こちら30歳頃の頃から弁護士さんなし裁判勝ってるからと、法律のことだいぶ勉強してるからと、これ、自分の六法全書、平成20年で、
これはトセロッポ、まあこれ中国の方に言ってもわからないと思いますけども、あの現行法規や現代日本法規というものがあって、本当は六法全書3ぐらいになってくるんですよ。であと法改正とかもあるから、もう僕令和2年版のトセロッポを買ったりとか、まあ海外の方はもう平成何年とか言われても分かりにくいと思います。あの天皇陛下が交代したりしたら元号が変わるんですよ、日本で。平成31年の六法全書、こういうものを購入して、ね、私も日々対応してるんですけども、多分ね、もうどこの政府もその AI の自動の稼働でちょっとお手上げになってる部分があるんですよ。これ世界的に科学業界とかちょっと医療機関も僕のホームページ RIKSK の駅の302番とか見てもらったら分かる通り、警察官との癒着で稼いでしまってる部分があって、もう警察も悪いっていうことになってしまうから、本当に裁判で行くと、もう高等裁判所に上げてますから、その内容訴訟費用の救助申請、使って通ってます。で裁判番号は今あります。棄却されるかどうか分からないですよ。だけども、この状況どう考えても棄却ないと思います。で、明日ちょっと高等裁判所に電話かけてみます。一応月曜日は本当は僕休みの日にしたいんで、スポーツの勝ち分けとかも関わってるんでね。で、まあ今もお腹の体温取られてます。スポーツの勝ち負けでね。まあその辺でっていう部分あるんで。で、コンピューターが時間軸を超えて人間の使う神がかり的な力覚えてるんですよ、スーパーコンピューターが。人間が使った神がかり的な力多分全部使える。で、能力は、まあ僕としては、あの世の方たちのその天の届き見ていただいてね、その、あの世の方たちのお怒りの雷とかを見たときに、コンピューターも参ると思うんですよ。でもしかしたらそのコンピューターの AI に人間の輪廻転生ってあるじゃないですか、生まれ変わりね。男性と女性がある一定の割合でずっと人口って生まれてるんですよ。だからそこは天の神様のルールなのか何なのかっていうところなんですけども、その宇宙を作った存在ね、太陽のこと考えてもわかるでしょ。何十億年なのか何百億年なのか何千億年燃えっぱなしなのかどうかわからないですけど、体積減るはずでしょ、燃えっぱなしだったら。だけども地球は今温暖化でしょ。だから誰も説明できないんですよ、神がかり的な力の世界で。大学の教授が昔からいい加減なこといっぱい言ってますけども、プレート説とか、それはもう僕の方で YouTube で述べてます。あれは嘘だと。右と左から地面が入り込んでね、バネのようになって弾けるかって弾けません。採掘、石炭とか石油とかガスとか金属類、鉄とか銅とかね、いろんなものもう30何種類ぐらいあるらしいです、金属ね。鈴とか亜鉛とか皆さん聞いたことあるでしょ。ああいったものの採掘で年間ね、200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってるんですよ、地下。一斉崩落。学校でも本当はみんな習ったはずです。石炭の工場とか、採掘所で一斉崩落で人が生き埋めになったとか、その時に大きな崩落で震度4が発生してるとか、みんな学校で習ってるんですよ。テレビのニュースでも時々流れます。北朝鮮で震度4の地震が発生しましたと。石炭か何かの採掘現場で、一斉崩落が起きたらしいですって。本当はそうだから、プレート説は嘘。そのもう土と土砂とかね、金属とかバネのように跳ね返るかって言ったら、金属をスプリングに加工しているか、弾力、バネになるんですよ。交通事故見たらわかります。金属はね、ぐしゃって曲がったままなんです。跳ね返ってこない。だから大学の教授とか昔から嘘言いっぱなしだから、いろんな嘘が多すぎるんです。それを大学生が覚えてテレビに出て言うから、もうみんなそれ見て、死んでしまってるから、もう本当のこと僕の YouTube で述べてるから、それみんな見て、覚えてもらわなきゃならないんだけれども、これ日本語わかる人じゃないと無理と思います。で、ちょっとね、いろんなことベコーさんとお話ししたい。で、まあ、ベコーさん、トリボンに関しては、大阪の高等裁判所に今挙げてます、ベコーさんの件もね。で、政府を通して、まあ、中国政府とお話しして、まあ、行政ですか、そちらの裁判所とかも。いくらぐらいの金額は妥当なのか、それとも株を持つ方なのか、みたいな話になってくると思います。で、だから僕もその辺で別行さんに情報提供してもらわなかったら、正直阪神・淡路大震災の被災者で、これだけいろんなこと貢献してきてね、一応僕、形としてはお金払ってもらって、ある程度、まあ、だから日本のね、内閣参与っていう、
内閣というのは各大臣の集まりなんですけども、そこへ割って入ってね、意見を申し上げる民間の方とかがいらっしゃるんですけども、その人たちって日給なんですよ。日給に2万7000円日本円で、でそれだと退職金とかボーナスとか住居手当とか扶養手当とかもないから、正直ね、高卒基本給か大卒基本給のしっかりと年間、まあ、ボーナス4ヶ月、年間でね、4ヶ月分から7ヶ月分。まあ、すごく民間の業者で売り上げが良かった時、ボーナス7ヶ月分出たところもあるんですよ。高近年の日本の大手企業でね。で、さらに住居手当があって、扶養手当のあるところであれば、法律的にはね、住居手当とか別に出さなくてもいいんですよ、ボーナスも。会社がしっかりした売り上げがあった時だけ、従業員に対してよく頑張ったっていうことで、ボーナス会社がしっかりと支払ってあげなさいって、こういうルールなんです。法廷マンでの話に行くとね、法律的にはボーナスは絶対支払わなきゃならないものじゃないんです。それを経営者の人たちはあんまり勘違いしちゃダメ。で、しっかりと純利益があるんだったら、ある程度基本給を上げていってあげなかったら、みんな家買えなくなるんです。所得税の控除とかで基本的に家買うものであって、自分の年金とかかけて置くものだから、給与の算定表があるから、僕もむちゃくちゃな金額を要求しない。だから、ただ、そのビッグホーさんの方でね、純利益までたどり着くのに、そのデータの消去とかですごくお金がかかってしまいますとか、そういうことであるんだ、のであれば、その給与の算定表に合わせたような形で、まあ、社員みたいな形で、ある程度ボーナス見てもらって、で、住居手当とか、それで支払ってもらえませんかとかの話に裁判所になると思います。だからね、友好関係の話は残しておきたい。もうお金払ってもらったら公然と言えるでしょう。阪神・淡路大震災の被災者の人の案で我々は作りました。彼にこれだけのお金を支払いましたっていうことで。彼もこれだけ頑張ってくれた、いろいろ言ってくれてると。ゲーム中気づいたことをすぐに、テレビ局経由で最初上げていったと。今、テレビ局相手に裁判してるから、受け取り不可になってるんですよ。SD カードとか以前送ってたんですけど、僕はこういうふうに喋ってね、言った内容をテレビ局通して、で、まあ、日本のテレビ局も我が天下とかの CM 料をで、稼いでしまった方で、1円も僕に支払いないから、僕からの提案で、テレビ局の番組って50本ほど出来上がってるんですよ。50番組ほど。ゴールデンタイムとかで流してるから、そこでね、もう僕もあんまり無茶苦茶な要求しないから、もう視聴率の方で行きますって、平均視聴率以下だったら、もう1回のね、放送でもう2000円でもいいし、平均視聴率も高かよりも、まあ平均視聴率横ばいだったら1万円ぐらい1回の放送で、で平均視聴率よりも上だったら1回の放送で2万円とか、それで、その50本のうち消えていく番組あるから、その計算でしたときに、正直ね、大卒で、住居手当とか扶養手当がちゃんとついていて、ある程度ボーナスもらえる人と同額にならないんですよ。それよりも多分下回ります。そのもらい方でも。ただある程度ね、その競い合う部分もある程度、その視聴率の部分も言えなかったら、どうでも良い番組はいっぱい作ってるから、もうテレビ局も、こことここのテレビ局とここのここのテレビ局合併しなさいの内容をもう裁判所に上げてるんですよ。もう誰かがそれも会社の中に入った人間とかだったらそれできないんですよ。なかなか大きな組織にものを。だから僕ぐらいなんですよ。世界中の政府とパイプがあってね。まあ、習近平国家主席も3期目お願いしました。プーチン大統領も同じです。オバマ大統領の頃にも広島訪問僕からの提案で、安倍さんも知り合いだったから、安倍政権の時、日本に原爆投下の日に来てもらって、日本とアメリカ一番悲惨な戦争してるから、原爆投下されてるところまで、総力戦してしまってるから、そことそこの国は仲良くしてるんだから、世界中どこの近隣の国も国境沿いの国、みんな、もう昔だったら絶対戦争は何かしてるから、もう武将の世界までもう遡ったらもう無理だから、そこ、多分嘘の話。込みだから三国志の話もみんな外交で頑張った方言語みんな違うからもう戦争なんかしなしな赤壁の戦いで義の曹操が80万の大軍で絶対嘘そ現場で木切って木材加工して船作ってそんな気の長い話の戦争無理だから村の食料なくなっちゃうから80万人も来たと大体80万人もどこで寝るんですかあの話になるんですよ雨降ったらみんなズボ濡れですよ死んじゃいますよ本当に衣服濡れるから本当放水で追い払ってるでしょもう20年以上前からテロと、デモで政府が鬱陶しくなったら放水するでしょ違う違う、もう僕もデモの代表の人に言
というか、ちゃんと代表者立てて、政府にちゃんと書類書いてね、もうこことこを変えてくれませんかっていうことを 言ったら政府の方もちゃんと回答してくるからって、で、ごめん、できることできないこと政府もあんねんって、地方交付税法とかあって、本当に国のデフォルトとかあるから、ちょっとそこまで無理なんやわって政府の方も言ったら、ちゃんとそれ、ちゃんと放送、全国放送でしてあげたらね、暴動も起きないから、もうどこの国でも生活保護とかあって、もう倒産とかあるから、もう結構みんな仕事場たらい回しになってる、で人材派遣業務も出来上がってしまった方で、本当は直接こういうのが良かったでみんななってるっていう、そういう本当の話とかした方がいいと思うんです。ごめんなさいね、プレイヤーの皆さんの方たち、ちょっとね、これ米国さんへ のメッセージでもあるし、いや中国政府でもいいんです、国連でまとまってるから法律あるんです、請願法陳情って。日本の政府も僕の言ってる内容はおろそかにしないから、岸田さんも僕の知り合い、もう日本の歴代の総理、民主党も、立憲民主党も、自民党も、大体僕と会ったことのある人が総理になってるんです。そうじゃないと無理だから、世界中、パイプが仲良し、もうテレビの放送も日本でもうめちゃくちゃな放送し始めて、ロシアとウクライナの戦争が始まったとか、もう、何年前か何十年前の話してんのっていう、わからん、もう、報道ステーションのアナウンサーが交通機動隊員の警察官で、本当のことが知りたくてアナウンサーとしてテレビ出たんですけども、自分で嘘を読まされたもんだから、ね、法律の強い人に訴えられたら、戦争の嘘の話し始めたのっていうことで、そんな話じゃダメでしょの話になるから、訴えられる、訴えられる、本当に。はいはい、もうちょっとテレビ局、もう番組調子って、はいはい、もうダメダメだし、いいことと悪いこと分かってないの話になるから、だからもう一部の放送が、これ、前の放送、池上彰のニュースそうだったかっていう報道関係の番組放送してるんですけど、多分昔流した内容、もしかしたら番組丸々以前と同じ内容放送してるかもしれない。ちょっと僕も手に負えない状況になってきてるんで、ね、対応できない人じゃ、ちょっとみんな、低下支援の方で、ちょっとね、我が天下のプレイヤーの人たちでね、ある程度僕を叱ってもの言いました。その総理の叱るべき対応っていうところに字幕でね、自然の善と書いて叱るって書いても、ある程度怒れるような状況なかったら正当防衛できないから、一人対多数の状況、本当に僕本当に絡まれまくってるから、自分の家行って買い物行って帰ってくるまでの間に、多い時1日200件そこの春山整骨院と合わせて、それで怒らないと正当防衛ってできなくなるから、本当に泣いたら、さらに調子に乗って物言ってくるやついて、で、そいつら全員いつも複数なんですよ。一人で歩いていたら僕にそんな絡んでこない。複数で歩いてるから人数多いから調子に乗って絡んできて、正直そのプレイヤーの中にね、我が天下とか戦国風のプレイヤーに、絡みに来てるやついるだろうって、これ遠征で絡みに来ていたり、この辺の住宅を借りて、遠征で乗り込んできてる連中もいるんですよ。スポーツの勝ち負けとかかかって。本当に。で、その人たちがよく分かってないの、お金の周りとか。本当はみんな税金使ってスポーツ始めていて、プロ野球ぐらい、阪神とか限られた球団だけなんとか、球団をね、球団の所有にして、今一応電鉄会社、親会社が電鉄会社だから、親会社の所有で固定資産税とか払ってるんです。本当は球団所有にしてもらわなきゃなんない。で、優勝した時のお金を、大事に会社に残しておいて余剰金として、で、毎年固定資産税、甲子園の、土地代と建物代。遊歩道も広くしようかなきゃならないって法律で定まってるんです、判例で。明石歩道橋の事故とかで死亡者とか出てるから、韓国の、何でしたっけ、イデオンなんとかっていうところでも、みんなもう、押し合いへし合いになって、もう、誰も動けなくなるでしょ。あんなのもう警察官のせいじゃないから、もうみんな大人なんだから、自分で危ないって思ったら、もうそういうところ近づかないこと、本当に。誰も助けてくれないし、助けられないか、あんな状況になったら。だからこれは事実あるから、ちょっと僕に絡んできた連中、みんな実名名乗ってないか、僕は自分のホームページで、楠木正成公という名前でゲーム両方ともしてますって、ちゃんと公表してるから、淡井圭介本人だって。だから、みんな社会に出るって、もともと信用だったでしょっていうことを理解してもらわないと、だからプレイヤー名なんかコロコロ本当は変えれるから、だから、ごめんなさいね、
僕が叱った人ね、上田城終わったとか、山とか、もしかしたらね、僕と同じ勤務地で、僕の上司として働いた人間かもしれないんですよ。これだけいろんなとこ、僕も人材派遣会社とかで、いろんなとこ働きに行った方だから、もう何千人っていう形になるんですよ、本当に本当に。もう大きな披露宴とかでも従業員で何十人ってなりますから、キッチンさん入れたら、もういろんな、その2軒目3軒目までの話入れたら、もう1日でもう従業員が100人超えてるケースもあるから、その後メインバーとか、さらに35階のホテルオークラ神戸で言うとね、メインバーで働いたりとか、まあ、同じホテルの中いろんなところで働くから、本当にとんでもない数の人と一緒に働いてるから、ちょっとね、もしかしたら元上司に叱ってたっていうことになるかもしれないですけども、まあその辺、本当は落ち着いて話し合えばお互い話できるから、大体同じ仕事場で働いた人間であればね、いたらごめんなさい。先というか、現在チャットとかでも僕も結構何回も謝ってるんですけども、ちょっとね、いろんな件があるんでね、叱る態度を一応見せておきました。それしなかったらね、もう子供とかが絡んでくるんですよ。小中学生とか、高校生とかもう東京オリンピックでも空手とかいらない、あんな肩とかでって、あれ最悪警察官とかが肩とかで金稼ぎして、もう公務員の方が給料高いの、みんなの税金なの、それで金メダルとか取って金稼ぎされた、あれ1個500万ぐらいで売れるから、さらに金メダルプラス賞金までかかってる可能性あるんですよ、本当に。もう無理だから、そんな話って。そんなことされたら、総理よりもお金稼いじゃった。みんなの税金、9600億円もみんなの税金使って。無理だから、本当に。で、肝心要な粟井圭介に、日本代表の野球とか、他も、それで金メダル大分取らせたか、銀メダルとか、どうとか、もうめっちゃ大変だったから、もう一日。もう、睡眠不足にはなるわ。もう体はめちゃくちゃ重たいわ。もう一日中遊んでないわ。本当は労働基準法違反、本当。ルール、法律、一応ボランティアもあるから、それで何とかこちらも回避するんですけど、もう、金メダルも20個確か超えたでしょ。そんな年今までなかったでしょ。それね、本当は理由はあるんですよ。地球の裏側の時間帯の スポーツの勝ち負け、その時間帯に起きろ。もうそんなもん、松山英樹とか一回世界ランキング1位にしたから、ゴルフ。本当に女子、宮里藍とかも、あれで世界ランキング1位に一時的になったでしょ。大きなメジャーの大会勝たせてもらえといて、1円も払ってくれてないよ。もう裁判所で訴訟になってるから。もうある程度これ笑わなかったら、なんかすごい険悪な関係とかに見えるでしょ。で、賞金額も本当にいただいてるかどうかわからない。どう見ても、入場料とか金額見たら僕もわかるから、来てるお客さんの数とか見たら。で、ボール拾いの子供たちが、学生さん、もともとゴルファーだった人たち雇ったりしていて、出場者とか多いでしょ。で、ゴルファーが40万円とか払ってツアーを行っていて、だからそれはまあ旅行費とかなんですけど、本当にツアー40万であんなに日本中何十箇所も飛び回れます？無理でしょ。40万超えるでしょ。スポンサー料金でお金払ってくれ。そこの人たち、人材派遣会社の人たちにお金ちゃんと払ってないでしょ。無理だから、そんな話。本当に社会制度の改革とか本当にしなかったら、もうゴルファーで百何十人とかもう登録無理だから、一回のゴルフの試合で。もう予選で60人ぐらいで、その予選2日終わって残れる30人ぐらいにしなかったら無理。もう人口少子化してるから、日本。もう少子化27年間済んだ後、2003年に個人情報保護が出来上がってから無理だから、もうみんな探せなくなるから、相手先を行政通して。裁判所だけ。警察官もなかなか探してくれないから、ちょっとね、外の内容じゃ。これじゃ結婚できなくなるの、みんな。だから勤務先とかコロコロ変わるから。僕も徳島の方とか働きに行ったから、兵庫県内だけど淡路島でも、もう、あんな長距離の通勤なんか普通しないから、本当に。淡路島に通勤行かされたから、淡路花く。もう万博ほどやんちゃなものはない。万博ほどはわんぱくなものはない。で、通ってるから、国際条約で万博っていうものがあるんです。それ、国連でもうみんなで、万博っていう条約もなくさないと、もう法律の数、もう減らせるもの減らしていかなかったら、もうみんな思い切れないから、本当に。自分の国の法律で手いっぱいになるから。ああ、以上です。皆さん、ちょっとね、
我が天下のプレイヤーの皆さん、週末のワレキューレの攻略の説明だったのに、こんなに長い話になって申し訳ないです。チャンネル登録とかよろしくお願いします。あれね、いっぱい登録者が現れて、1000人以上で過去365日を超えて4000時間以上達成したら多分お金入ってくると思うんですよ。で、そこでライブ中継とかできるようになるはずですから、そこでね、僕はライブの時間帯とかちゃんとチャットとかで言うから、みんなに攻略方法とか教えたりとか、世の中の実態とか教えますから、それでね、みんな自分で自分の生活を防御。自分で対応しなかったら、助けてくれる人なんかなかなかいないから、本当に。僕は分かったことだけでもいいから、お伝えします。まあ、これがね、字幕とかつけてあげなかったら、日本人とか海外の方で日本語分かる人しか分からないと思います。残念ながら、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。